こんにちは。そこそこまあまあのワートリ考察チャンネルです。今回は謎多き男林道支部長に迫るということで、登場回数は多いんですけども、その割に非常に謎の多い林道支部長について考えていきたいと思います。ということで、まず林道支部長の概要や能力を見ていきたいと思うんですけども、まずですね、林道支部長は、玉駒支部の支部長ということで、ボーダーの玉駒支部に所属をしています。ポジションについては分かっていませんが、能力値から見るとオールラウンダーじゃないのかなということが推測されます。年齢については34歳で、篠田本部長よりも1つ年上というような感じになってます。通称としては、玉駒の隊員からはボス、あるいは林道支部長と呼ばれているような感じですね。林道支部長といえばね、態度は非常にひょうひょうとしていて、煙に巻くような発言だったりとか、振る舞いが多いんですけども、非常にね、個人のことを尊重しているということが伺える人情派かなというような一面があると思います。また、絹田さんと一緒にランク戦のシステムを開発するなど、エンジニアとしての一面も持っています。トリガー構成については、全く情報が明かされていないので、一巻の状況から見るに古月を使っているのかなということは推測はされるんですけども、それ以外については全く分かっていません。能力値については総合値で65ということで、レイジと東さんに次ぐボーダーとしては高い数値となっていて、非常にですね、ドリオン値も高いし、攻撃防御も高くて、でしかも技術だったり士気も高いということで、非常に全体的に数値が高いというのが特徴的なパラメーターだと言えると思います。射程が6なので、弾トリガーか、あるいはガンナー用のトリガーをセットしているのではないかなというふうに伺えます。そんな林道支部長の戦闘スタイルなんですけども、タイプ的にはね、かなりいやらしいタイプのオールラウンダーじゃないのかなということが推測されます。具体的に言うと、東さんとか例えば神田田については、トリガーの使い方とかは割と普通だと思うんですけども、結構戦術がいやらしい感じかなと思うんですけども、林道支部長の場合はトリガーの使い方とか、そういうこと自体が、かなり絡め手が多くていやらしい感じなのじゃないかなということが推測されます。なので、かなり絡め手を前面に押し出して個人戦術で使うタイプのオールラウンダーじゃないかなと思います。あと個人戦術7っていうのはトラッパーの冬島と、北川舞以外でいくと風間隊が8で、その次になってくるということなので、かなりね、癖のあるタイプなんじゃないかなということが個人戦術7というところからも推測ができるかなと思います。トリガーについては先ほどもちょっと触れましたけども、一巻の描写のところでは古月を使っているというような、絵があるので、なのでアタッカー用のトリガーと、プラス、弾かアサルトライフル系のトリガーに、オプショントリガーだったりとか、専用のトリガーみたいなものもおそらくあるんじゃないかなということが考えられます。篠田本部長がね、一回戦っているのでね、例えば遠征選抜で遠征部隊がいない時の防衛の時とかにね、林道支部長が戦っているというようなところも見たいなと思いますね。ではここからは林道支部長の謎について考えていきたいと思います。その林道支部長なんですけども、やっぱり一番特徴的なのは結構主要なキャラクターにもかかわらずまだカバー裏への登場がないということです。例えば初期から出ているキャラクターでいくと、ユーマとか嵐山さんとかコナミ先輩とか、すでにね、2回も出ているようなキャラクターもいるにもかかわらず、未だにね、温存されているということで、まだね、作中の中で林道支部長に関する革新に触れるような要素が出ていないので、おそらくカバーラに登場していないんだろうということでね。あとメガネキャラっていうのはね、なんかのタイミングでそのね、瞳自体が出てきたりとかしてシーンが分かったりするとこあるんですけども、林道支部長についてはね、メガネの奥の瞳を見せないということで、背景にある何かだったりとか、ね、何を考えているかっていった本性の部分だったりとかっていうところがまだまだ見えないキャラクターかなということでね、明らかにね、何かあるっていうことは間違いないので、それがどのタイミングで明かされていくかっていうのがね、なんか過去の話とかも含めて、非常に見ものだなと思います。そんな林道支部長について現状で分かっていることっていうのを少し整理をしていくと、まず旧ボーダーの生き残りで、ユーマの父親のユーゴに恩義を持っているというような人情派であるということです。あとは、おそらく兄弟がいるんだろうということで、その兄弟がゆりさんの親に相当するということです。あとは風間さんの兄の師匠だったということ。あとはこれは作中でも触れられてますけども、ネイバフトから独自にトリガーを持ち帰っているということです。でまず人情派っていうところに関してでいくと、ユーマの父親のユーゴに対しての恩義からユーマを組織からかばっていたりとか、あとは、記者会見の時にはオッサムの好きにやらせたりしているなど、組織の前にまず人のことを重んじるというような傾向があります。ここについては、旧ボーダーの方針のところを地で言っているというところだとは思うんですけども、木戸さんがどちらかというと、いろいろなね、悲しい過去があったということで、そこでスタンスを変えたのに対して、林道支部長の場合は彼なりに旧ボーダーに対する筋の投資家だっていうことをしているんじゃないかなと。ということで、この辺のね、背景みたいなところがもう少し出てくるとね、面白いかなと思いますね。続いて、ゆりさん中心に、周辺との関係っていうところも少し整理していきたいかなと思うんですけども、まずゆりさんに関しては、名医だということを本人が言っているということで、林道支部長とゆりさんの年齢差10歳差なんですけども、それでいくとね、おじとね、名医っていう関係でいくと年が結構近いので、もしね、本当にリアルなおじと名医っていう関係なのであれば、林道支部長にはかなり年上の兄弟がいるんじゃないかなということが考えられます。ここは男なのか女なのかっていうところはちょっとわからないですけども、あとは陽太郎とは親戚という設定になっているということで、逆に陽太郎に関しては、親と子供並みにね、年齢が離れているということで、陽太郎がね、親戚の設定になるのはいいと思うんですけど、一体じゃあね、今度は逆に誰の子供になるのかっていうね、そういったところの部分の設定がね、逆に今度またね、難しいですよね。そういったところも非常に謎が多いなと思います。続いて、ジンさんとの関係っていうところで見ていくと、ジンさんのね、やっぱり余地だったり考えっていうのを全面に受け入れて、それで一緒に歩んでいる感じがあるということで、基本的にね、あらゆることに関してはジンさんには全てを話しているような、そういう、共犯というかね、ある意味でのこう一連卓章みたいな関係性なんじゃないかなっていうことは思いますね。あと、ミカエル・クローニンに関しては、戦友のね、身元引受人というか、ちょっと保護をしているっていうところもあって、かなりね、林道殿って言われてますけどね、そういったところの部分でかなり敬意を持たれているのかなっていうところで、ここに関してもね、やっぱりある程度共通認識を持っているので、逆にクローニンと、林道支部長に関してはあんまり言葉を多く交わさずとも分かってるみたいなね、そんな関係性なんじゃないかなっていうことが伺えますね。で続いてレイジですけども、意外とね、レイジと林道支部長って直接絡んでるっていうところがなかったりするので、裏でね、ジンさんと林道支部長が、いろいろやり取りをしているっていうところに対して、逆にね、レイジに関してはそんなにやり取りはしないんですけども、もう対照的に玉駒のリーダーとして、いろいろ任せているっていう感じなのかなっていうところなので、逆にね、林道支部長とレイジの関係性でいくとちょっと分業に近いようなところで、それぞれがやるべきことをやってるみたいな感じがするかなとは思います。続いてコナミ先輩については、非常に林道支部長に昔は懐いていたということで、コナミ先輩の好みでいくと基本的にお菓子が好きっていうところとか 赤が好きとかっていうところとか、そういうところなので、強いてあげるとすると、林道支部長の面倒見がいいっていうことと、コナミ先輩に結構お菓子をいっぱいあげてたんじゃないかなっていうことから懐かれていたのかなぐらいしか今のところはちょっとね、予想はつかないですね。でコナミ先輩に関しては、あんまりね、重たいことについては余計には知らせないで、自由にさせてそうな感じはしますね。あと、ここはね、非常に謎の多い鳥丸ですけども、ラウンド3のナス隊と、鈴なりのランク戦の時に、間接的な絡みがあったということで、玉駒のね、遺跡に間違いなく林道支部長が関与しているということはあると思うので、そのところのあたりで、なんかあったんだろうなっていうのはね、考える方が、自然かなとは思うので、その辺のところとね、玉駒の独立、後でちょっと触れますけどね、そういったところと関与してくるのかなっていうところですね。あと玉駒第2の面々に関してでいくと、ユーマとオッサムに関してはそれぞれとやっぱ絡みも多くて、でガロプラのね、内容のことも含めて、かなりいろいろと関与させているというところがあるので、ジンさんほどではないにしてもかなり深いところに関与していくということで、そういった関係性なのかなっていうところがわかりますね。逆に結構チカちゃんに関してはピン同士での絡みがほぼないような感じではあるので、コナミ先輩と割と同じように、逆にちょっとそういうね、重たいところというか、ちょっとそういうところからはあえて、これは隊員の意向を組んでるっていうところも含めて、そういう風にちょっとね、あえて少しそこの部分は距離を置いているのかなというような印象を受けます。あとね、もう一人がね、しおりちゃんがすごく難しいんですけども、絡みに関してはね、非常に多い間柄であるということで、おそらくしおりちゃんは価値観的な何か問題があって玉駒に来たということが考えられるので、鳥丸同様にその辺の経緯が非常に気になるところではあります。ただ、玉駒の隊員の中ではね、非常に林道支部長とも仲がいい感じがあるので、おそらくね、何かしらの信頼関係を育むようなことがあったんだろうなということが推測されます。そんな感じで見ていったときに、結構ね、林道支部長の影響を受けていそうな隊員ということで、ちょっとね、見ていくと、ジンさんに関してはちょっと絡め手をよくね、使う感じとか煙巻く感じっていうのは結構林道支部長の影響を、成長期に受けているんじゃないかなということが一個考えられるかなと思います。あと、レイジに関しては、器用な感じのところっていうのが、もともと器用だとは思うんですけども、そういったところが林道支部長からちょっとね、逆に戦闘面とかで受け継いでるところがあるんじゃないかなということで、僕のね、勝手な個人的な予想としては、フルアームズのね、思想的なところだったりとか、使い方みたいなところに、僕は林道支部長が実は関与しているんじゃないかなっていうのが、ちょっとね、個人的には気になったりはしています。続いて風間さんとの関係っていうところに関してでいくと、風間さんのね、兄の師匠なんですけども、弟の風間さんとは派閥が別で、しかもね、どっちかというと割とガチの木戸派ということで、風間さんのところに関しては兄の死がやっぱり影響しているのかなということが考えられます。とはいえ風間さんのことをね下の名前で呼んだりはしているので、派閥はどうであれ関係は悪くは情けなのかなということで、遠征なのかブラックトリガー争奪戦の仁さんのね一連の行動とかそういったところにあたりに何か思うところがあったようで、その辺のね価値観の変化みたいなことを林道支部長には指摘をされているということなので、逆に言うとやっぱりね兄の死っていうところが風間さんをボーダーにね入隊させるところの一個のやっぱり大きな要因になっているということなのかなということが伺えます。でこの2人ね何気に士気がね両方とも9ということでねかなり士気高いっていうところはあるので、その辺のところとか実はね林道支部長の影響とか受けているとね面白いと思いますね。あとね独自にトリガーを持ち帰っているということで、どうやってっていうところがねやっぱ非常には気になるんですけども、個人的にネイバーフットから持ち帰ったトリガーを、エンジニアが解析をしてみたいなことを言及されているので、そういった表現から、ネイバーフットには渡っていてそこから持って帰ってるっていうことなのだと想定はされます。林道支部長が遠征に同行していて、その遠征中に、例えば独自行動をとって、ネイバーと、交渉をして、トリガーを手に入れているみたいなパターンと、あと、どっちかというとこっちの方なのかなと思うんですけども、独自のルートだったりとか、方法で、ネイバーフッドに渡っていって、で、そこから、勝手に、独自で持ち帰っているというパターン、そのどちらかなんじゃないかなということが考えられます。でそういうことを考えていくとやっぱりねこの人が暗躍してるんじゃないかなということで、仁さんがね例えばですけども先ほどの2番目の方の独自のねルートを持っているんじゃないかっていうところでいくと、ゲートの発生位置を予知しているみたいなねそういったところから、例えば独自のね外交ルートを持っていたりとか、あるいは安全なね、未来が確定するルートっていうところで、ゲートの発生のところから、独自でネイバーフットに渡ったりとか。あとはこれはどうかなというところですけども、玉駒独自の実は遠征艇を持っているみたいなね。そういった仁さんの予知付きなので、そういったヌルゲーを使ってトリガーゲットだぜみたいな感じで、玉駒は独自にネイバーのトリガーを持っているということなのかなと思われます。ここからは林道支部長の、林道支部長の謎に付随して、玉駒独立のところについて少し考えていきたいと思います。ということで、旧ボーダー勢の今ということで、少し整理をしていこうかなと思うんですけども、まず旧ボーダー勢の中で、ボーダー本部に渡ったのは3人と言われていて、それが木戸さんと、未だ謎の多い桐山さんと、篠田さんで、それぞれが、木戸さんは木戸派を形成していて、篠田さんは篠田派を形成していると。で桐山さんに関してはちょっとどっちの派閥かとかちょっとわからないんですけども、もし派閥に属しているという話でいくとおそらくね名前を呼ばれる順番的に篠田さんよりも年上なんじゃないかなということが考えられるので、どちらかというと木戸派なんじゃないかなというふうに考えられます。で一方で玉駒支部に残っているっていうところでいくと、林道支部長を筆頭に、ゆりさんと、仁さんと、レイジとコナミ先輩が残っているということで、林道支部長以外の当時の若年の隊員については全員玉駒支部に、残っていて、本部に行かなかったというような、割とね、そういう意味での年齢層というか、そういったところから価値観の違いが先鋭化しているような感じかなと思います。で、この玉駒の独立っていうところのね、定義っていうところが何なのかっていうことにはなってくると思うんですけども、おそらく玉駒派、あるいは玉駒支部として、もともと存在は多分していたと思うんですけども、本部の規格外のね、トリガー技術や開発をするっていうことだったりとか、ボーダーの窓口を業務をしないとか、そういったところでイメージ的にはおそらくボーダー全体の中の一部署っていうところの部分から、社内ベンチャー的な形での、ある意味独自の一つの会社になったみたいな、そんな感じのイメージなんじゃないかなと思います。で先ほど言ったように、そういったトリガーの企画の問題とかがあって、ランク戦からの離脱とか、そういったことで独自の方向性を進む必要性があったということも含めて、それが独立ということにつながったんだと思われます。でそもそもね玉駒の独立っていうのは何をもって独立なのかっていうことになるかなとは思うんですけども、まずですね玉駒の独立の時期について見ていきたいと思うんですけども、そこについてはですね、Q&A コーナーのところで、コナミ先輩、アタッカーのね、ソロランク3位だったっていうところだったんですけども、それがコナミ先輩の高校1年の途中の時期まで、ランク戦をやっていて、その後に玉駒の独立に伴ってランク戦離れたっていうようなね、言及をされているということなので、しおりちゃんが風間隊の永久昇格までは風間隊に属していたっていうことまでも考えていくと、おそらく作中の描写からは1年くらい前が玉駒の独立時期なんじゃないかなということが推察されます。おそらくそこの玉駒の独立のタイミングで鳥丸としおりちゃんも移籍したという流れになるかなと思うので、そのきっかけになった出来事みたいなことがあったんじゃないかなということで、おそらくその独立の契機になったものとして背景としては、例えばボーダーの戦力が充実をしていて、パワーバランス的にもう、例えば玉駒が独立をしたとしても、組織内で戦争にならないというか、そういったところの部分である程度大丈夫だろうっていう見込みが立っているっていうことだったりとか、あとは直接的な出来事としてちょっと木戸派とね、例えば対立するような、そういったきっかけとなるような事件があったりとかしたんじゃないかみたいな、そんなことがもしかしたらあり得るかもしれません。でちょっとね、そういうことがあった方が面白そうなので、ちょっと玉駒独立の契機みたいなことがもしかしたらあったんじゃないかっていう方向で考えていきたいと思います。一個ね、何らかのきっかけが、ないと、なんかね、大義名分的な話も含めてね、急に独立っていう話にはなかなかね、しにくいかなっていうところも含めて考えていくと、例えばですけど、遠征の方針だったりとか、あるいは例えば、敵対心のない、例えばネイバーが、迷い込んできたりとか、あるいはその遠征先でのネイバーの、捕虜みたいなところに対する対応だったりとか、そういったところの、何かしらの方針をめぐっての、玉駒と、例えば木戸派での対立があったんじゃないかなというようなことが考えられます。で、おそらくそういった出来事が一部の隊員を巻き込むような形になってしまって、結果的にしおりちゃんとか鳥丸が玉駒に移籍するっていうような背景的なこともなっていったんじゃないかなというようなこともあるのかなと思われます。そしておそらくまたね、この男が暗躍をしていたんじゃないかなということで、おそらくですね、仁さんが予知をもとにですね、この時はね、ユーマのことは当然分かってはいないんですけども、後々に例えばね、ユーマのような隊員が来るというようなことも考えて、機を見ての独立を実は林道支部長に促していたんじゃないかなということで、なんでしおりちゃんがね、そもそも玉駒に来たのかっていうところも考えていくと、しおりちゃんの見える未来から、後に玉駒第二の結成のね、断片みたいなのを例えば予知をしていて、そうなってくるとオペレーターが2人やっぱりいないといけないといったことも含めて、例えばしおりちゃんの移籍を後押ししたのか、林道支部長に促したみたいなことがね、あってもおかしくはないかなと思います。そんなね、玉駒独立のね、実際に、メリットデメリットというか、具体的にメリットがないと認められないとは思うので、その玉駒独立のメリットを整理しておきたいと思います。まずですね、これは木戸派っていう話ではなくて、ボーダー全体としてっていう形でいくと、まずね、独自の技術開発をやっているということで、技術開発の幅が広がると。玉駒に関しては、量産型というよりもワンオフ性能の方を高めているというようなことがあります。あとはですね、これはかなり達観している言い方にはなりますけども、組織の中に仮想敵がいる方がね、それぞれの緊張関係が生まれるので、組織能力の向上っていう意味では、平和ボケしないという意味ではいいんじゃないかなというような形ですね。ここはちょっとね、当事者だとなかなかこういう考え方にはならないと思いますけども。あとはね、いわゆるダイバーシティですよね。多様性ということで、やはりね、隊員が増えてくると当然いろんな価値観の人間も出てくるということで、そういった意味では玉駒みたいな支部が一つあると、いろんな隊員の受け皿にはなり得るということで、それが結果的にユーマだったりとかヒュースを、ある意味でネイバー、野良ネイバーというか、そういう形にするんじゃなくて、味方として取り入れることができるというようなメリットが実際に起きていると思われます。で、逆に玉駒支部としてのメリットとしては、独立をすることによって、やはり自分たちのね、ベースにある旧ボーダーの理念をしっかり守れるということだったりとか、あとは、ガルプラの交渉とかね、そういったところが一番、如実だと思うんですけども、独自の動きを取るということができるようになるということですね。あとは、これは旧ボーダーの理念にも少し通ずる部分かもしれませんけども、やはりね、個人の意思だったりとか、その人のことを尊重できるということで、あくまでね、単位を組織の駒として考えるんではなくて、一人の人間として重んじることができると。そういったところの部分の考え方をしっかり維持できるっていうのが、独立するメリットかなと思います。で、実際に玉駒の独立のところは結構一悶着はあったとは思うんですけども、おそらくね、木戸さん自身も結構、若年のね、隊員の意思みたいなとかは分かっていると思うので、独立に対しては結構寛容な対応を木戸さん自身は取ったんじゃないかなと思います。ただね、根月さんとかおそらく、絹田さんとか結構反発をしたりとか、それがそういう形で、他の隊員にも伝播しているとは思うんですけども、意外と木戸さん自身はね、結構人間味をちょいちょい見せたりする部分もあるので、結構意外と冷静に受け入れたりしてるんじゃないかな、というようなことも考えられると思います。最後、今回のおまけは、玉駒の10人目は存在するのかということで、冒頭でね、しおりちゃんからスタッフが10名だというふうに言われている玉駒支部ですけども、林道支部長、ゆりさん、仁さん、苦労人、陽太郎、レイジ、コナミ先輩、鳥丸、しおりちゃんで、ね、9人の状態なんですけども、そこにね、あと1人のところに、隊員として雷神丸を1カウントするのかどうかによって、もう1人玉駒に、スタッフが存在するのかっていうね、これは、いろんな人が気になっているところだと思うんですけども、そこについて考えていきたいと思います。現実的な話をしてしまうと BBF 上でいくと雷神丸が隊員扱いにはなっていたりするので、1カウントをする方が無難ではあるかなとは思います。まあ、ここについては、まあ、しおりちゃんが雷神丸のことをただのカピバラだと思っているのか、クラウントリガーだと把握しているのかっていうことによって発言の内容が変わってくるかなとは思うんですけども、まあ、さすがにね、ある程度林道支部長ともね、かなり話し込んでいるような感じには見えるので、まあ、おそらく知ってはいるんだろうなということで、まあ、現実的には雷神丸を10人目とみなす方が、まあ、自然なのかなとは思います。なんですけども、もう一人いた方が話としては面白いかなと思うので、まあえているという前提で妄想していきたいと思います。ということで、仮にですね、もう一人まだ未登場の、まあ、スタッフがいるということを考えていくと、防衛隊員については、仁さんプラス玉駒大臣の3名だっていうことについては、もうすでに言及をされているということから、まあ、防衛隊員ではないということになるので、まあ、エンジニアとかね、まあ、あるいはオペレーターとかになってくるかなと思うんですけども、そこの人員についてはもうね、ゆりさんと千織ちゃんでオペレーター2人いるし、まあ、林道支部長もエンジニアできるので、クローニンがいるっていうところの部分で、まあ、やや人員過多かなとは思います。まあ、なので、ちょっと全くね、違う系統っていうところの方で考えていくと、まあ、例えばなんですけど、未練の人じゃなくて、まあ、ネイバーで、まあ、例えば諜報部員で、まあ、ネイバーに駐在しているようなスタッフだったりとか、あるいはネイバーフッドにも派遣をしている専門のスカウトだったりとか、まあ、外交員みたいな、そういった、まあ、ちょっとね、唐沢さんに近いような感じの、まあ、軽量になってくるかなと思うんですけど、なんかそういうタイプだとね、面白いかなと思いますね。で、まあ、その辺がね、まあ、滅んだアリステラの、まあ、元々の生き残りだったりとか、まあ、あるいは他のね、2つの同盟国に関与しているネイバーのね、まあ、キャラクターだったりとかすると、まあ、なんかね、結構いろいろ想像の幅が広がって面白いなと思うので、まあ、どちらかというとね、なんかそういう方向性のところでね、実は、雷神丸と見せかけてね、もう一人、玉駒のスタッフがやっぱいたっていうような展開の方が話としては面白いんじゃないかなと思います。まあ、この辺についてもね、おそらく、Q&A コーナーのところでしれっと明かされていくんじゃないかなということでね、次のね、単行本以降のところの部分で楽しみにしたいと思います。ということで、今回の動画については以上になります。またよかったら次の動画でお付き合いください。では、どうもありがとうございました。